いい気になってんじゃねえよ。往生せえや。その時俺は思い出していた。かつてこの町にはとんでもなく強く、そして美しい少女がいて、一般人に迷惑をかけたがる頭の悪い連中をやっつけて回っていたという噂がある。やられる前に言ってください。